を浴びそうで。おお、いつまでや。落としお湯や。お前、たまに言う。おそらく。誰がお前の試合見たいかっていうか。いいのは選手層か。スパイ呼び出されましたけど。絶対成り上がります。やっております。やろうや。いや、俺キックボック。黙れ、これ。あ？おい、それができないと。なんかその気持ちで負けへんところ。うん。すごい勉強になったし。うん、やってよかった。ってなる。もうちょっとどつき合いしたかったですね。はい。日本戦お願いします。まあ、あと30秒で終わるし、倒れることないし、倒せたらええんすけどね。勝ちます。これで、初に勝って、ぜひ立てやりたいですね。寒天さんちょっと気になるんですけど、寒天さんやりたいな思って、頑張ります。以上で、殴り足しかなかったんで。どうぞ。プロでも勝てるわ。いいですよ。戦ってことないし。はい。あ。あ。こんな経験ないんで、強い気持ちを見せれたかなと思ってます。何千人の中から受かってますよ。こんな落ちた人に失礼なことはできませんよ。やっぱ重量級おもろいですね。重たい階級がやっぱり70より上かな、うん、がやっぱ面白かったですね。やっぱみんな緊張してるのか、正直やっぱコメントだけだと伝わりにくいものがあるけど、そうですね、まあ、でもやっぱこうやってここでねオーディションするとみんなやっぱり気迫が伝わってくるんで、目標が見えない人とかも結構いてたんで、うん、はい、まあね、カメラ回ったら難しいのも分かるし、はい、まあ、そこでこう自己プロデュースできる人がまあ成り上がると思うんで、終わったもんも仕方ないし、僕はもう選ばれた人は本番でしっかり頑張ってほしいし、はい、まあ、東京もこれを踏まえて、そうですね、もっと気合い入れてほしいなって感じですよ、はい、そうか、まあ、みんなほんまに人生変えに来てるんやったらズバズバ言った方がいいと思うし、はい、なんか変にお世辞でね、なんか言って変に気持ちよく変えてもらってもらっしゃらないなと思うんで、はい、いいもんはいいし、悪いもんはそんなちゃうのっていう、まあ、そういうあの役目で来させてもらってるっていうのもあるんで、なんかでもすごいもっとなんかこうオーディションの段階で表現できる人もたくさんおったんちゃうかなと、僕も協力して魅力ながらもっと大きいものにしていきたいですね。スーパースターがほんまに生まれ出したらやばいなと思います。口だけなんか言ってきて、自分はあんま裕福な家庭じゃなかったんですけど、あっちはただなんかお父さんにでっかい自分作ってもらったとかなんかほざいてて、自分に喧嘩売ってきたんで、なんですよ、番付けてこんなでこ、こんねってこんねってきたやつがいたんで、マジ で僕のことエンタメだとか言ってきたんで、ほんと俺なてめえな、お前絶対やってっかんな、お前これガヤキ、なんだよお前、なんだよお前、ほんとにお前ただ目立ちたいだけだお前できんのか喧嘩じゃ。これね、ちょっとどっちが勝ち負け出てないかもしれない。俺頭下げたわ。出直しています。これ悔しいままだとできないから。でこうさ。強引すぎたかなと思うんですけど、こうプロとアマチュアとか素人の違いをちょっと見せつけたかったんで。ちょっとってことなんで、本気でお願いします。結構本気なんで、ガチなんで、みんなガチでやっぱ勇気の勝つよ、頑張ってください。で、大阪の人と戦いとしたら全然自分に言ってください。いつでも待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。やれるんだぞってところ、はい、ちょっとこれからも見せていきたいのとありますし、見て分かると余裕っす。余裕だったでしょ、はい、柔道が一番強いのよ。ストップ、ストップ、
本戦取れるように頑張りたいと思います。はい、楽してもう KO みたいなもんじゃなくて地道にコツコツやってもらわないと、はい、魔法のシステムじゃないんでコツコツやってもらわないとダメですよね。はい、そんな感じでございます。はい、ただお茶だけしないんだよ、それすべて。はい、なんか真剣に胸やってるわけ。はい、はい、はい、本当にその子供の意味は僕今すっごい理解しまして、すごいわかるんです。口はな、ええからな、お前何回も一緒にやってるわけ、俺何も今聞いとったりしてるから、はい、結果、すべてをさ、お前バカにしとることになりたいさ。はい、開けても出るよ。これ間違いなく勝てるかなと。はい、ラッキーですね、この練習参加できて。最高でした。ありがとうございます。皆さんどうでした？普段の練習とやっぱ違います？全然違う、やっぱり違う。全然違う。正直、正直普段の練習で話すことなかったんですよ。今日はもう知られたんですよ。序盤で出ましょう、序盤。いい経験できましたね。俺は本当来週あと残り1週間なんでね、楽しみですね。で当日はもちろんあの原口君に来ていただいて解説も入っていただきますので、どうですか、やっぱちょっとみんなのカード楽しみですよね。いや、これをしたから余計にまた情が早いというか、はい、めちゃくちゃ楽しみですね。うん、残り1週間皆さん頑張ってください。本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
明日の放送に向けて一言。いやもう楽しみで仕方ないですね。今回はみんなで歌いたいと思います。明日の放送に向けて一言お願いします。マジ会見で結構調子乗ってることしたんで、俺が全部奪います。全部俺のものになるんで、明日チェックよろしくお願いします。明日は自分のための試合だと思ってるんで、まあ、あとは倒し方次第なんで、まあ、自分にだけ注目しておいてもらえればいいと思います。ぜひ、そうですね、もうたくさんの人のおかげで明日の大会を迎えられます。選手の皆さんは、思う存分、もうここまでね、舞台は整ったので、あとは選手の皆さんがどれだけ見せるかに。正直今回こう参戦してくれたのってやっぱ素人により近い、まあ、もちろん格闘技やってる方もいるんですけど、正直誰かしらは軽量オーバーするのかなと思います。まあなんかちょっとパフォーマンスでパンツ脱いだりマスク脱いだりとかはあったんですけど、みんなクリアしてたん で、 そ, うです、ね、そこにまず1個正直ちょっと舐めてました。俺本当に何人かは全然クリアできなくてどうなんだろうって心配してたんですけど、もう結構やっぱ顔つきも本当にプロの顔つきだったし、やっぱみんなスイッチ入ってたんで、僕もそれ見てスイッチ入ったんで、あとはねちょっとこの後僕ら運営に関してはホテル戻ってからまあミーティングして、夜ちょっと会場の設営また行って、まあ明日また朝から会場入ってって感じで、最後まで僕らも気を抜かずに、もう本当選手たちの晴れ舞台をできるところの極限までいいステージを作って、明日はもう選手一人一人に輝いてもらおうかなと思います。ありがとうございました。本戦に向けて一言だけ。本戦に向けて、まあ言った通りで、まあこの試合の中で俺が一番目立つ KO をするんで、まあみんな倒すとは思うんですけど、俺が一番派手な KO をするんで、この俺だけ見といてくれたらいいです。ありがとうございます。さあ続きまして第12試合です。ユネシンプレゼンツキックボクシングバトル3ピース。前田幸選手全然止めねえじゃん全然止めねえじゃん。もうなんか発表会みたいな、なんかウキウキしてこう計量とかも、普通計量ってしんどいからねだけど結構ウキウキしてみんながこうなんか顔殻を破っていってる感があるんで、まあ、養成所じゃないですけど、ここでこう慣れていってどん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 みんな羽ばたいていってくれたら格闘技が盛り上がると思ってるんで、そういう意味ではすごいいい練習になってるんじゃないかなと俺は思います。みんなそれぞれがもう本当になんかみんな楽しそうだし一生懸命頑張ってて、でも一番楽しい時だと思うのよ試合格闘技は。なんかそういう場に一緒にさせてもらってよかったなと思いましたね、うん、それ以上にやっぱ選手がメインやから、そこをみんなで頑張って作り上げていくっていうのを僕らも成り上がりで、はい、非常にいい経験だと思います。成り上がっていきます。俺らも選手の皆さんいらしたんですけど、ファイターだったよ、もう全員なんか実感も湧いて、ね、前までは本当になんか一般人のなんかちょっと喧嘩強い人たちみたいな、オーディションを勝ち抜いてきた、ね、感じだったんですけど、プロじゃない方もね、なんか本当に今日の皆さんの顔つきがプロの人たちみたいな、まあ、緊張感もあったと思うんですけど、うん、とか本当にシュッとした、ね、なんかオーラが減量もしたんだろうけど、すごいシュッとされてて、びっくりしました。どうですかこのリングの舞台は。いやかっこいいかっこいい、すごいな、うん、すごいやめちゃくちゃいいやようやく混戦ですけど、いやすごいすごい、これはテンション上がるんじゃない。かっこいい。スタッフの皆さん感謝ですね。どうですか競技は違くてもやっぱ路上から成り上がるんで
もうどの選手にも負けないぐらいガツンとここで勝ってやろうと思います。楽しみですね。やっぱ合宿もやったから余計に楽しみになりましたね、まあ、だから合宿したメンバーには情が入るというか、そこが一番楽しみですね。言ってますけど、もうやっとこの日が来ましたね。そうですね。もう僕らのが選手に対するこう作るべきものは作ったんで、あとはもうこの後一人一人選手が輝いてくれればなっていうところで、もうあとは選手に期待するだけです。もう僕らはもうあとは何もすることないので、本当にすごいですね。もうオープン前からフードコートしかり、本当にたくさんの、ね、スポンサーの方とたくさんの人に支えられながら今日という日が迎えられたんで、あとはもう事故なく興行が終われることを祈って今日は頑張ります。今日本戦ですけどどうですか？でも気合バッチリですよ。髪型見てくださいよ、めちゃめちゃ決まっとるでしょ。これでも相手ね、それでとか関係ないけど、はい、ぶっ飛んでいきます。あいつ負ける気はしないんで絶対こうします、勝ちます。でここから出て本当にいずれそのいろんな格闘技の世界に羽ばたく選手が多いんじゃないか、本当に成り上がる選手が多いんじゃないかなと思って、すごい会場入ってからも楽しみです。選手一人一人がここでピリオドを打つことなく、次に向けてまた立ち上がっていく、あるいはまたさらに進んでいくっていう、そういう未来が見える大会だなというふうに思いましたね。やっぱり間近で格闘技が見れたんで、仕事しながら興奮して楽しくやれました。なんかみんな熱い気持ちでやっぱりその1ラウンドに思いを込めて戦ってるなんていうのはすごい伝わりましたね。ぜひ、ね、第2弾第3弾とどんどんやってもらいたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。手作りチックなところもあり、だけどやってることは本当に成り上がりっていうこともあるんだね。皆さんがもう本当にその試着感っていうか、見ててちょっと熱くなるよね。すごくいい試合もありましたし、これからももっともっとこう増えていくな、シリーズになってどんどんやるようになったらいいんじゃないかなと期待してます。どの試合も1試合目からもう最後まで本当に皆さんの思いが詰まった、ね、戦いばかりで、もう目の離せない試合ばかりでした。本当に選手の皆さんお疲れ様でした。いや私もそうですね。選手の皆さんの気持ちが熱くて途中すごい感動して一緒にうるってなってしまいました。すごい楽しい大会でした。もうすごい盛り上がりで終始圧倒されながら試合見てたんですけど、成り上がり第1回目すごい素晴らしい日だったと思います。なんかいい試合が本当に多くて、本当にね、見応え迫力があったし、なんか本当に感動しましたよね。感動した。あんなに KO が多いとも思わなかったです。いや本当にすごい、めっちゃ私たちももうとか言いながら見てて本当に前のめりになって見ちゃいました。すごいなんかこういう格闘技の試合、このいい雰囲気でなんか行われてすごく素敵だなと思いました。ありがとうございました。
どうでした？いやいや、素晴らしかったですよ。選手全員いいファイトしてくれましたしね。まあまあ、いろんな反省点はもちろんありますけど、第一回ですから、選手含めね、みんなで反省してどんどん成り上がっていこうと思いますし、まずはね、やることに意味がありますから、そういう失敗とかね、恐れずね、こうやって、僕自身ね、チャレンジできたことをすごい嬉しく思うし、このチームでできたことを誇りに思ってます。はい。